皆さんこんにちは、株式会社バベル広報を担当しております玉城です。商品のレビュー動画を撮っていきたいと思います。今回紹介していく商品がこちらですね。こちらです。グリックス 2.51、 こちらを今日は紹介していこうと思います。グリースとワックスを混ぜてグリークスっていう風な名前になってるんですね。混ぜることによって、まあ、ツヤ感だったりとかセット力ですね、そういうのも一緒に入れ込んであるっていうのがこのグリークスでございます。でグリークスって結構いっぱい種類ありまして、グリークス31とか21、最初はその3種類ぐらいから確か出てきたのかなと思うんですけど、31っていうのは結構セット力があって、まあ、ツヤ感もあるんですけど、いやいやちょっとツヤ感薄め。21っていうのが結構ツヤ感がすごい出てくれるっていうやつですね。すごい髪の毛動かしたいなみたいな方にはちょっと21番っていうのは物足りないものになってくるんですけど、その21番と31番のいいところをこうつなげたのがこちらの 2.51 でございます。はい、というわけでセットしていきたいと思います。この量ですね、まあちょっと気持ち少なめでとって、結構このワックス伸びがいいんで伸ばしてしっかりつけて、ちょっとこう足りなかったなと思ったらプラスアルファするぐらいの気持ちで OK だと思いますので、これでセットしていきたいと思います。し終えたんですけども、まあ、ちょっとセットの方はね割愛させていただきました。どうですかね、見た感じ多分ちょっとこうアップのシーンも出てるかなと思うんですけど、結構ツヤも出て束感も出て結構いい感じにセットできたかな。まあまあもう僕が私物で使ってるやつですからね、まあ、結構気に入って使ってます。やっぱりグリースとワックスが最初から混ざっちゃってるっていうのは新しいなって、個人的にはすごい好きでずっと愛用させていただいております。グリースが混ざってると結構タイトに仕上がりやすいんですよね。押さえつけれるその力っていうのは結構個人的には大きいなと思ってます。なのでまあ変な話、ちょっとあんまり髪切ってなくて、あそろそろ切らないとなと思ってもセットしたらなんとかなるっていう、髪切るタイミングって男性の方はそうだと思うんで、セットで言うこと聞かなくなってきた時っていうのが髪切り時だと思うんですよ。そういうのがこれ一つでまだ耐えれるっていう、切った方がいいですけどちょっとまだなんとか耐えれるっていうところは結構助かるなと個人的には思っております。あとは結構このグリークスっていうのが水溶性の成分なんですよね。今までワックスとかつけてて、まあもうそれこそ例えばハードスプレーとかつけてガチガチに固めてたら、お家でシャンプーに過剰に洗いすぎてしまうと逆にフケが出てしまったりとか、あと頭皮の状態でちょっと炎症が起きやすかったりとか、いろいろ頭皮に良くないことっていうの結構起きちゃうんですよね、洗いすぎちゃうと。なんでそれがたった1回で洗える、あ例えばシャンプーする前にお湯でパーッと流してるだけで、まあ割と落ちます。その全部は落ちないですけどね、さすがに全部は落ちないですけど割と落ちやすいです。でその上でシャンプーをしっかりしてもらって、しっかり洗い流してもらうと、すすいでもらうと結構綺麗に落ちてくれますので、やっぱりその辺は結構いいなと思っております。で、さっきね、なんかネットでグリークスについて結構調べてたらですね、グリークスの21とか31、僕が使ったの 2.51 なんですけど、実はこの数字はグリースとワックスの、配合比率らしいんですね。どういうことかっていうと、例えば、分かりやすいので言ったらグリークス21番だったら、ワックスが2、グリースが1なんで21番っていう感じで、その数字の羅列がされてるらしいんですね。で僕が今日使ったやつは 2.51 なんで、ワックスが 2.5、 グリースが1で 2.51、 こういう配分になってるみたいなので、まあ、数字を見てもらったらね、結構その中の成分表というか配分表も結構分かりやすいのかなと思います。はい、というわけで今回はレビュー動画第2弾でお送りさせていただきました。前回紹介させていただいたあゆみのさんのグリースっていうのも紹介させていただいて、ツヤ感っていうのもね、スタイリング剤の中では結構重要なキーポイントになってくるかなと思うので、グリース、グリックスっていうのはこのツヤ感の2大巨頭をとりあえず紹介はさせていただいてるんですけども、まあ、今後もっともっと紹介もしていきます。
なんで、まあ、もし何かありましたらですね、ぜひコメント欄などで、なんかこんな教えてほしいですとか、逆にこういう髪質の人にはどんなのが合ってるんですかとかっていうのも質問いただければ、私それをちょっとご紹介させていただこうかなと思っておりますので、ぜひぜひお気軽にコメントよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひこの動画良かったなと思ったら、まあ、いいねとか押していただいて、コメント欄とかにも書いていただいて、でチャンネル登録ですね、こちら忘れずにぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバーイ。髪切ろう。